小学3年です国語苦問 C です最近接続語を埋める文法問題ができずショックを受けています中学受験では文法の問題は出ず物語文と説明文の問題と漢字と聞いています佐藤ママに教えていただいた文章題を母親が読んで子どもが読むという方法をさせていただいています2つ質問させてください1他にも文法の問題を解いた方が良いでしょうか に物語文、説明文は楽しめる程度の簡単なものを数を行う方が良いでしょうか四谷大塚のような長文だったり、中学受験レベルの難しい語彙が出てくる問題を解かないと力がつかないでしょうかそうですね、小、ま、三、あ、ですからね、まあ、接続語というか、だからとか、しかしとか、それでとか、あのそ,れなんかそれともとか、そんなのの接続語ってことですかね、まあ、それはね。 うん、まあ別にショックは受けるほどのことでもないです。あれはね、意外と難しい。い例えば、だからとか言うんだったら、その次につないでだからとか言うけどね、言ったら、だからが正しいなとか思うんですけど、問題でそれを抜いてね、そこに正しい接続を入れなさいって言ったときに、ずっと読んだらね、あれ、しかしでもよくないって思ったりとかすることもあるんで大人でも。意外と難しいんですよ。いやそれはね あのーまあ、前後の、まあ、多分塾ではね前の問題とまた A があって B があってね A と B をつなげる B の頭の方に,に接続詞をつける時にあの中、ー、で、ね、A にこういう話があって B にはま全然違う話をしてるよねとか A と B は A を B はすごくちゃんときちっと細かく説明してるよねとかそういう そ,んなね、あのそれもなかなか親はできないのであのそうすると、まあ、こういうこっち A と B を A の話を B でつなげるときにはだからとかねするんだよとか A と B を全然違う話で話を変えるんだったら、まあ、逆にはあのはんあの違う説明の仕方すときしかしを入れるとかね、まあ、なんかいろいろテクニックがあってねでもたいそれにのっとったようなテストもあの 問題が出るのでそれが意外とテクニックがいるかななんか雰囲気で読んでいくとね大音もねえ間違うことよくありますからだからそこはねやっぱりこう意外とあれはテクニックがいるだからあのー、まあ文法の,もの,の文部っていうよりかそれはなんかあのー、なんていうですかねあの文法,も文法 例えば女子とかね、形容同士とか形容詞とかそういう感じがあんまり出ないんですよ。もうそれは分かってるよねって言って、次に文章を読ませるってことが出るんで、あほ、のーまあ、他に文法いいらないと思う文法の問題って死ぬほど、あのなんていうか、あのなんていうのめんどくさいんですよ、子供は。で、そのや,やるとも、ここ死ぬほど嫌になりますから。でも、まあ、接続法の問題をね、文法と捉えなくてもいいと思いますよ。だから逆に えちゃんとした問題を説明受けてこういう流れだとこれをつけるよねみたいなとかいうようなことがね分かった方がいいと思うんですよね。だからねやっぱり1は私はしなくてもよくて2番は物語説明は楽しめる程度の簡単なものでもいいけど質問がついてないと楽しむだけに終わってしまうのでまあ楽しむプラスちょっとえっと っていうなところまあだから最初楽しめてその次にはちょっと難しめぐらいに入れといただんだんこうレベルアップしてきますからまあそんなあれでねなんからね四千四つかのような長文はねまあだから四千四つか使う四つかもう長文じゃないのいっぱいあるじゃないですかだからねあの長文、まあんまあ、んまあどのくらいというかすっごい何枚もめくらないといけないのはもうちょっと合わないので。 まあ、そこそこの長さ、あんまり短いのはね、まあまあんまり短いのはね、接続の問題出ないから、割とまあ、まあ、中くらいぐらいの長さから練習したらいいと思います。まだ小3なんでね。だからね、中学レベルの難しい語彙が出てくる問題はね、いずれ解かないといけないと思うんですけど、まあ、小3なので、えー、中学レベル難問問題集みたいなのが大体出るけど、あれはもうつまずくもとなんでね。 まあ、小3レベルの、えー、長文読解問題集みたいなのは一回やったらいいかもしれないですね。でそれで例えば接続詞とか接続語とかそこら辺の、まあ、簡単な文法なんかもくっついてくるのもあるのでそういう問題集をちょっとや一冊やってみたらいいと思いますよ。あのー、クだけではなかなかちょっと足りないから小3だったら。だからクモは当然やりながら そして、えー、ちょっと市販のね問題集の、えー、長文とか中くらいの問題の読解をやるっていう、四つ四つから長文はちょっと、えー、まだやらなくていいと思いますけどね、まあ、そんな感じ、ちょっと少しずつあの進めていったらいいと思いますよ。はい